お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回はダイソーさんから最近発売された商品をご紹介させていただきます。今回紹介しますのは焚き火好きの皆様おなじみの商品、こちらです。ででん、はい、皮膚希望ということで、以前からね100円均一の方では100円皮膚希望出ていたんですけども、今回は今まで出てないタイプの皮膚希望が発売されたということですので、私も買ってきました。今回これをちょっとみんなと一緒に見ていきたいと思います。じゃあまず私の持ってる皮膚希望をお見せしましょう。これセリアで買った入れ物かな。まずこちらですね、マックスブーストポケットフィゴ。多分これが今回発売されたダイソーさんの皮膚希望に似ていると思われます。そしてこれがダイソーさんとかキャンドゥさんで売っている今回出た皮膚希望の1個前に出た皮膚希望です。はい、そしてこれがセリアさんの方で発売された皮膚希望ですかね。これちょっとこのプラスチックの部分なくなっちゃったんですけど、これがセリアさんの方の皮膚希望です。はい、こんな感じなんですけども、じゃあまず早速ですね、ダイソーさんから発売された皮膚希望を開封していきたいと思います。すげえな、62センチだって。はい、はい、こんな感じになっております。あ、これシンプルでかっこいいっすね。じゃあこれちょっと伸ばしましょうか。よいしょ、こんな感じですね。入りきるかな。はい、本当に62センチあるか、ちょっと試してみましょうか。さあどうでしょうか、さあどうでしょうか、さあどうでしょうか。はい、はい、ここですね。はい、62センチちょっとありますね。62センチちょいあります。さあどうか。よいしょ、はい、映った、すみません、はい、大変長いものの撮影は大変。じゃあ今回発売されたダイソーの皮膚キューブに似てると思われるこちら、マックスブーストのポケットフィゴ。このねマックスブーストポケットフィゴはね結構短く収納できるところが気に入ってます。はい、じゃあこれ伸ばしてみましょう。あ、全然違うわ。はい、こんな感じです。全然長い。はい、何を隠そう、マックスブーストのポケットフィゴは48センチぐらいですね。約めちゃめちゃでかいじゃん今回のダイソー皮膚キューブ。あ、太さはやっぱりマックスブーストポケットフィゴの方が直径的にはありそうですね。じゃあ一応ダイソーキャンドゥの皮膚規模を伸ばして長さ比べてみましょうか。あ、これ短いな、こんな短かったっけ、なんかすごい短く感じる。こんな感じですね、短。ダイソーキャンドゥはだいたい42センチちょっとぐらい、ほんと長いイメージあったんだけどな。はい、じゃあセリアさんの皮膚規模ですね。これちょっとねバーナーで炙って武骨にしてます。はい、無駄に。はい、あ、短っ、めちゃめちゃ短いぞセリアさんのやつ。こんなもんだったっけ。あ、一番短いっすね。セリアさんのやつは、だいたい40センチちょいちょい、むしろジャストですね。はい、一番短いんだ。はい、というわけで今回ダイソーさんから出た皮膚希望は、まあ、今まで100均で売っていた皮膚希望の中では最長という、なかなか使い勝手が良さそうな皮膚希望ですね。このシンプルなデザインがまたいいっすよね。はい、というわけで焚き火やる方にはおなじみなんじゃないでしょうかね、この皮膚希望が新しくダイソーさんから発売されたということで買ってみたんですけども、正直ねこのマックスブーストのポケットフィゴよりも短いのかなと思っていたんですけども、だいぶ長かったですね。端をピンと合わせてこんな感じで、はい、すごく長いです。なので本当にもう椅子とか座りながらこんな感じで使ってやれば、チェアとかに座りながら焚き火いじりたい人はこのダイソーから出た皮膚希望だったらあんまりかがまなくても座ったままでも楽に使えるんじゃないでしょうか。若干ね従来品は割と火に近づかないとなかなかねこう使いづらい部分があったんですけども、これね本当に長いので座りながらでも使えるんじゃないかな。本当に見た目もいいですね。これはちょっと気に入っちゃいました。なんだろうな、私が以前網を改造して作った皮膚希望にちょっと似てます。はい。あの、キャンプ道具の闇を暴く動画で作ったやつですね。はい。内側はね、これね、内側よーく見てみるとこういう風に入り込まない構造になってるんですけど、
ほらこれ、これ似てますね。マックスブーストポケットフィグの仕組みに似てます。だからこれ物的には結構いいんじゃないでしょうか。ただこれと比べるとやっぱ厚みがちょっと違いますかね。こっちの方がしっかりしてるんで、指の力めっちゃ強い人が本気だったら潰れちゃうかな。いやそれはないな。はい、そして100円均一で今発売されてるやつを並べて収納してみると、ダイソーキャンドゥさんが出てるやつが収納時の長さが一番コンパクトですね。そしてついで今回ダイソーから出た別タイプの皮膚希望、そして最後にセリアの昔からある皮膚希望っていう順番になってますね。これちょっとセリアの皮膚希望危うしな。収納時も長くて展開した時も一番短いってちょっと厄介じゃん。なので本当に過去発売された100円均一の皮膚希望の中では私これ抜群にいい皮膚希望だと思います。はい、本当に見た目がめちゃめちゃいい、気に入っちゃいました。で皮膚希望ってすぐなくしちゃうんで、みんなちゃんとここに油性マジックで名前書いとかないとダメですよ。はい。はい、というわけで今回はダイソーさんから発売されました火起こしサポート道具皮膚希望をご紹介しました。本当に焚き火好きな方、皆さん皮膚希望持ってらっしゃると思うんですけども、まだ皮膚希望持ってないって方ですね、こちらの新しく出た皮膚希望、最初の1個目の皮膚希望としてはめちゃめちゃおすすめですので、ぜひですねお店の方でチェックしてみてください。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンぜひぜひお願いします。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。これさ、これさ、これやりたいんだよね。これこれ。ウルバリン。バイバイ。これサムネにしよう。